マスタースリーの位置リングにかかります。さあこのアーロンホワイトのスピードそしてパワーというところには警戒が必要です。ケネディベテラン、今シーズンは試合中でもスペーシングや戦術など学ぶことが多いと、この年で成長を実感できるというそんな話もしていました。ただすぐにやり返す富山、長岡対して藤永、ここで奪いに行く、渡してフェルプス、ダンクだ、繰り返し野崎、野崎切り込んでフラットが上がります。しかしセカンドパスでフェルプス、ワット選んだのはケネディ、ショットクロック5秒、シンカーがプレッシャーをかける、左手1本ここでも決め切っていきます。中に入れてハーラフリーだ、しかし前は向かない、マスター切り込んでファールもらっています。バスケットカウント、オールしてケネディが入っていく、外に出してワット、ケネディこの位置だ、釣りを狙う、決めます。ウト、そしてワットを挟む、左からホワイトが来ます、繋いで左手一本のダンク、2人は上田、ホワイト3は狙うか、切れ切ります、距離はあります。ウィリアムがつく、今度はハーラーとのマッチアップ、ワット、ケネディをゴール下に走らせた、ハーラー、サイモン自ら行く、ハーラーがここに来る、アリウープダンク。さあここで流れを作りたい静岡、中に入ってケネディ、この残り時間大事に使いたい、3の1リバウンド、サイモン、これで3の1からサイモン、リバウンド、ウィリアムズ抜いていけるか、ゴール下にはマスターがいる、正面からブラントです。最後はウト、おっとバックスないか、よく舞いましたウィリアムズです。静岡の手目、マスターからサイモン、スリーポイント、さあ速い攻めを見せたい静岡、ここで奪ったケネディ、ターンオーバー、そして最後はミッチェルワット、富山の攻撃の形を見せました。岡田1の3、そして試合終了、91対84、